ご覧いただきありがとうございます。今回はあやめ池ガーデンハイツさんのご案内です。こちらは 2DK の物件になっておりまして、まずは和室6畳のお部屋からご案内させていただきます。綺麗な、ね、畳に仕替えられておりまして、ここの畳のすごいいい匂いがしますね。和室6畳ということで結構ね広いですね。で押し入れがありますので、まあ、布団とか、ね、敷くタイプの方は、ね、しっかりと直すことができますね。で隣にこうドーンと、キッチンスペースがつながっておりまして、これ、ね、流し台はここのシックな木地のキッチンですね。この雰囲気のいい感じので、ガスコンロがここに2口を、置いていただくことができますね。ここは温度調節がね、ボタン一つでできるようになってます。でここがちょっとこの高さがねありますので、洗い物がすごく使いやすそうですね。で釣り棚のね、この水切りの収納とかこういうのもねすごいあるとないとが違います。でバルコニースペースがこちら、ドーンとマンションタイプということで結構奥行きもありますね。布団とか干しやすいですね。やっぱり結構アパートとかと比べると全然違いますね、広さが。インターホンですね。で、洗面所スペース、これがちょっとね広めになってますね。ここは洗面化粧台の独立で、ありまして、なかなかちょっと大きさがありますので、鏡も大きいですね。で洗面台、洗濯機置き場もかなりゆとりがありますので、なかなか大きいものでも十分に入れますね。で浴室が、こちらです。ここ、ね、小窓がついているので、ここ、ね、お風呂場の換気ができるっていうのが、ね、いいですね。で玄関はこちら、かなりここにゆとりのスペースがありますので、もう玄関のこのシューズボックスドーンと置いていただきますね。で洋室が、こちらでもう一つねありまして、洋室の室とキッチンで 2DK ですね。これですね、クローゼット収納になってまして、中がちょっとこうハンガーパイプも取ってますんで、コートとかもシュッと。で最後にお手洗いがこちらです。ここもね清潔感のある綺麗なお手洗いになってますね。全体的にねこの建具がこういうちょっとこうダークブラウンっていう感じの色味になってますね。ちょっと大人っぽい感じで、割とどんたのこう家具とかにも合わせやすいかもしれないですね。でこの和室につながる扉をよいしょ閉めるとね、こんな感じになりますが、スッとね、こうやってどっちかなくしっかりとこう収納してしまいますので、広々と使っていただくこともできますね。こういうところも結構おすすめポイントになってますので、なかなかちょっと現地のねこういう、感じで見ていただくと分かりやすいかなと思います。また詳細はぜひ弊社のホームページをご覧ください。奈良のおもてなし奈良心、賃貸のまさきで皆様のご来店をお待ちしております。